やります。あんこちゃんを起動しました。悪い悪い。やっぱりニコ生でやるわ。配信を録画して、配信を録画して、YouTube に上げよう。YouTube はあれだ。下手したらバンされるけどな。下手したらバンされるけどな。まあ、まあ、なんとかなるだろう。たぶん。YouTube 厳しいからな。特に音楽とか。音楽とか、厳しいんですよ。YouTube。だから、わりかしすぐバンされたりする。むしろ、もしくはミュートになって、音が一切、無音になって、しまう、かもしんない。まあ、そこは、ご了承いただきたい。どうしようもない。もはやどうしようもない。こんなままね、どうしようもないです。ちょっと酒飲みながらやろう。ちょっとあれだ、ちょっともうちょっとあれや、気分を高揚させないと、とんでもない。俺のメンタルが持たない。俺のメンタルが多分持たない。おそらく。本当によくわかるわ。多分ね、俺ね、最近気づいたんだけどね、あれなんだよ。人よりね、感受性が強いんだ。おそらく。感受性が強いので、すぐ、まあ、人より敏感なんだ。もうだって、あれだもんな。完璧。人より。
感受性が強いんだ。多分間違いないと思う。まあ、簡単に言えばだな。熱しやすく冷めやすい的な、あれ。感受性が強い。ちょっと熱感にしよう。いやー、冷やの方がいい。普通の方がいいな。なんかな、昔ゲーセン行って、ゲーセン行って、なんか、なんかホラー体験みたいなのやったことあるんだけど、ダメだもんね、あれね。なんか、だから俺ホラー嫌いなんだぞ、おそらく。ホラーはね、多分嫌いなんだ。今までやったゲームでホラーって言ったらバイオハザード。バイオハザード2か3、1、あ、1やってないな。2か3で、まあやったけど、うん、まあでも、幽霊は信じてないんだけどな。幽霊は信じてないんですよ、一切。だから夜中に、真夜中にあの、墓地とか行っても、別になんのあれ、うん、特に怖くはないんです。やっぱなんだかんだ怖いのはね、人間ですから。一番怖いの人間で、しかもあの、あれだからね。フィクションだったら別に、あの、大して怖くないんですよ。やっぱね、一番怖いのはノンフィクションなんですよ。一番ね、怖いのはノンフィクションなんですよ。二個目さんいらっしゃい。一番怖いのはノンフィクション。だって事実、お前そこで怒ってんだから。しかも日本だぞ、お前。ハンバーグさん、はい、いらっしゃい。あのね、しかもね、あの、多分ね、あなたたちには、あの、リスナーには分かんないと思う。俺、足立区に住んでて、しかも、その、足立区の綾瀬っていう、その、あれですよ。監禁された場所はあそこだからね。すぐ近くなんですよ。それがなおのこと怖い。なおのこと怖いよね。だって、お前、近所なんだもん。近所なんだよ。だって、マジで。本気で、チャリで数分で着くとこだよ。怖すぎない?だから、あそこの現場で起こっているっていうこと。怖いよ。だからね、他県とかね、に住んでたらまだわかる、大丈夫なんですよ。絶対。なんか出てきそう。いや、だから、今そこ住んでんのかどうかわかんないんですよ、そもそも。下手したら、いや、一応事故物件ってなってるんだよね。事故物件のサイトでググると、事故物件が表示されるサイトがあるんですよ。で、そこがまさに事故物件で、このコンクリートのね。うん、それで、コンクリートの殺人事件で書いてあるんですよ。うん。いや、なんかね、ググったところによるとね、真相はね、ウィキには載ってないらしい。ウィキにはあらかた載ってるんだけど、さらに、詳細なのが別のサイトにあるらしいです。
で、それと同時に、当時のニュース、今から30年前のニュースです。ニュースをちょっと見たいんです。多分、YouTube に上がってるんですよ。なので、それをちょっと見ようということで、今回は、ね、見ていきたいと思います。ちなみに映像は流しません。音声だけ流します。ググりますよ。動画で。事件当時の報道って書いてあります。YouTube。ググりますよ。誰の少年が？はい。URL は貼りませんが、タイトル書きます。女子高生コンクリ殺人、事件当時の報道1。見ず知らずの17歳の女子高校生を1ヶ月にわたり監禁し、再三暴行を加えた挙句殺害、ドラム缶にコンクリート詰めにして捨てるという事件が起こりました。コンクリート詰めにして捨てられていたのは埼玉県立の高校3年生古田純子さんで、遺体の詰められた、ドラム缶はここ江東区の埋め立て地に捨てられています。江東区の埋め立て地だって。17歳と18歳の少年2人は殺人と死体遺棄の疑いで逮捕されました。こんにちは。またまた寒気のするような事件が起こりました。山崎さん、やっぱちょっと最近ね、こういう事件多いですね。また後ほど話伺います。はい。まあ本来ならばこの女子高校生もね、これから人生に旅立っていこうという一番いい年であるはずなのに、無残な姿になってしまったわけです。リポーター石丸さんです。一応逮捕はされました。ただね、主犯の一番その主犯のやつが、懲役20年で、で20年後もう経ってるんですよ。20年もう経ってますから。経って一回その出所して、今から10年ぐらい前にも出所してるんです。出所してまた何か確か事件を起こして、でその事件が確かひったくりだったかで逮捕されたんだけど、確かその黙秘権を使って何にも喋んなくて、それで釈放された、特に何のあれもなく釈放されたって書いてありました。だから普通に今多分普通に生きてるんです。今回殺されてしまいましたのは、埼玉県三郷市に住みます埼玉県立の八潮南高校の当時3年生の在学中だった古田純子さんです。でまた今日新たにですね、古田さんの殺害に参加したとみられる3人の少年に対する逮捕状が出されたんですけれども、なんとそのうちの2人はすでに別件で収監されているということなんですね。どうしてこんなにひどい事件になってしまうのかと、私も言葉がないんですけれども、もう一度この事件を振り返ってみたいと思います。これまでの2人の少年の自供によりますと、去年の11月埼玉県三郷市内で全く面識のない古田さんを見かけた2人は芝居を仕組んで古田さんを信用させ、足立区綾瀬の不良仲間の家に誘い込みました。そして1ヶ月以上にわたって古田さんを監禁した挙句、変わるがある、おい映像あるぞこれ。住んでる今建物多分変わったな。多分現存してる建物は違いますね。おそらく家変えたのかな、一回潰して変えたの、建て直したのかな。
多分見た目が結構違う気がする。ある仲間7人としかも再三にわたって古田さんに暴行を加えるなどしました。そして今年の1月4日古田さんをついに殺害、その遺体をドラム缶に詰めてコンクリート詰めにし、そのドラム缶をここ江東区の埋め立て地、この場所です、埋め立て地、江東区のしたままにしたというものです。江東区の埋め立て地、今確か江東区の悲しかっただろうと思うんですけれども、まあ、ちょっと11月の末に、2人に襲われて、その後監禁されている間中ほとんどろくに食べるものを与えられなかったというんですね。で現在解剖が行われておりまして、死因についてはその結果を待たなければわからないという状況なんですが、この犯行を行った少年たち、これは足立区を根城にする非行グループのメンバーで、今回別の婦女暴行ひったくりなどの疑いで逮捕されていたんです。それがなんと1月の末なんですが、2ヶ月余り経ったおととい、実は女子高校生を襲って殺害していたということを言いまして、そしてまあその供述に基づいて警察が調べますと、この場所に純子さんの遺体の入ったドラム缶が見つかったということなんですね。ドラム缶は通りがかりにいつもご覧になってました。いやー、まあね、うん、しょっちゅう残像なんか捨ててるから気をつけ、気がつかないけど、あ、気がついても要するに気にしないから、僕なんか、はいはい、要するにあそこら辺に家具なんかも捨ててあったり、いろんなのほら捨ててるから、ここら辺は。そのドラム缶っていうのはどんな感じのドラム缶でした？オレンジ色の普通のドラム缶ですね。心当たりはいろんなゴミが捨てられてるから、そんなに気にならない、うん、そうですね。だから、あそこにも車をほら捨ててあるでしょ。まあ、車なんかそうやって置いてあるぐらいだから、ドラム缶が捨てられてても別に不思議にも思わない。気にしないですもんね、やっぱり。まあ、またなんかゴミが増えたなぐらいに思わないですかね。でもどうです、本当に女子高校生がね、その中にコンクリート詰めされてたなんて聞くとね、びっくりしちゃいますね。まあ、今回犯行を行った少年たちは監禁に関しては7人いるんですね。そして純子さんの殺害当時現場にいたのが5人ということ で昨日2人逮捕されて、そして今日3人逮捕状が出ているわけなんですけれども、この少年たちは10人ほどで、グループを作って、で自分たちでその暴力団極東会の青年団体と称して極政会と名乗っていたわけなんです。で今回純子さんはそのメンバーの少年、実は兄弟なんですけども、その兄弟の自宅の一室に、ミディフォローありがとうございます、監禁されていたんですね。ですから、今回逮捕状が出た3人のうちの2人は兄弟なんですね。そしてその中 で、そうなんです、そんな風にこの家なんですけども言ってるわけなんですね。でまあ、この少年たちはお金がなくなりますとひったくりをしたり、あるいは暴力団からアルバイトを斡旋してもらってやっていた。これどういう内容のアルバイトかまだ明らかではないんですけれども、そういった生活を繰り返している高校中退の少年たちだったわけなんですね。で純子さんを監禁した後、家族が捜索願いを出しているのを知った少年たちは純子さんに自分の家へ電話をかけさせているんです。でその内容といいますのが、なぜ捜索願いを出したのとか、誘拐されたんじゃないから心配しないでと、こういった内容の電話をかけさせているんですね。まあ、そのあたりも含めまして、純子さんが通っておりました埼玉県立の八潮南高校の教頭先生はこんなふうに言っておられます。今ちょうど春休みで全然生徒の姿が見えてなかったんですけれども、今日は教頭先生が応対してくださいました。これさ、八潮南高校って通ってるって書いてあるけど、ここすげえ近いんですよ。あ、やべ。これね、チャリで多分行けるんですよ、俺の今住んでるとこから。チャリでね、行けるんですよ、これ。ここの高校。埼玉県の、かなり南の方、いわゆる足立区の、隣側の埼玉県なんですけど、北ですね。足立区から北に行くと、あれなんです。埼玉県の、この八潮市ってとこなんです。だからすげえ近いんです。これマジで。とんでもないです。まだ信じられない状況で、まあ、事態がここに至ってしまって、残念に思ってます。学校側では、古田さんがいなくなった姿を見せないというのは、いつ頃からお気づきになったんでしょうか？だから25日の晩に、11月の、11月のですね、25日の晩に、こう、失踪っていうんですかね、家で。11月の25日です。11月の25日から、多分その、
だから帰らないって、ね、両親がその心配して多分、被害届出したんでしょ。捜索願い。ということがあったのを、あくる日かな、両親が学校に見えまして、知らせてくれたんですね。その時のご両親の様子はどんな風だったんでしょう。もう、全く心当たりがないという状況で、ひどくこうやつれてたっていうんですかね。古田さんはこの学校ではどんな風な生徒だったんですか。すごく普通の子だと。しかもこれ教頭だから、ね、成績も校長じゃない教頭だし、教頭かよ、まあ、トップとまではいかなくてもですね。校長はどこ行った。校長は関係している仲間男の子たちがですね、はい、彼女に自宅に電話をさせたというふうに今のところ言ってるようなんですけれども、細かい点は ほとんどこう断片的で会話にならないんでね、かなり一方的にこう古田純子さんの方が喋って切れたような感じで、まあ私どもそれでってこう聞きたかったんですけども切れてしまったという、つまりこんな事件になってるとは周りの人は誰も知らなかったんですね。そうなんですね。まあ学校警察それから家族全員でいろいろこういう関係なんかをお互いに連絡し合って調べたんだけども、端っこから白になっていくという状態が続いていたんだそうです。で今の電話でもお母さん元気とか、例えば久しぶりの電話だったらそんな言葉が娘の声から出てもいいと思うんですが、そういうことすら言わない、もう一方的な電話だったんで、こちらから質問しようにもできないような状態だったというふうに。私驚いたのはこの犯人たちがこの件で捕まったんではなくて、殺した後にまた別なことをやって捕まって、そうなんです、婦女暴行それからひったくりというその別件で調べ中のことだったんですね。でもう一つこれ驚くのは、当時純子さんをその見つけて引っ張り込むときに善玉悪玉に分かれた芝居を仕組んでるんです ね、でアルバイト先の工場から夜8時過ぎに夜道を帰る自転車で帰る途中の純子さんを、まず自転車を足で蹴飛ばした悪玉がいて、そしてそのそばを通りかかる役の善玉が僕のオートバイに乗れって言って後ろに乗っけて、そして純子さんを自分たち その集会場所といいますか家へ連れて行ったということなんですね。どう使うのです。こういう事件をいつも思うのは、一つには学校の問題があると思うんですね。学校のコースから外れた子っていうのは必ずグループを作るんですよ、うん、ということは学校のコースに乗れなかった人たちっていうのはグループを作ることによってしか生きていけないっていう恐怖感があるんですね、うん、だから学校からこぼれると社会の側がもう受け入れるだけのものを持ってませんからね、うん、どうしてもグループを組んでっていうことで、そのグループは決していいことはしないんですか。しないですね。ですからもうどうでもいいんですよ。人を殺しても自分が死んじゃってもいいんですよね、うん、そういうふうな絶望感を持ってるもんですから。本当のドロップアウトですか。本当にドロップアウトですね、うん、そういう意味で言うと。でもこれはやっぱりある程度その教育の問題とは言ってもペナルティという部分ではやはり世間的に見ると非常に軽いですからね。問題ありますね。ですからお母さんたちは気づかなくあれもやっぱりおかしいですよね、うん、ですから家庭の中が密室化してるっていうことだと思うんですよ ね。ですからそうおかしいのがさ、だからこのさ犯人たちはさ親とさ一緒に住んでたのに親が何もしないんですよ。何もしてない。だから普通検察とかにまあね、するじゃないですか。電話するじゃないですか。それをせずに、ね、いるっていう。で、結局その、ウィキで見たら、一回その親が逃がしたらしいんですよね。終了まであと5分になりました。延長しました。30分延長しました。帰りなさいとか言って逃がしたらしいんだけど、その後にその住んでいる少年が感づいてまたね捕まえて、そうそうそう、と一緒にね飯も食ってるんですよ。これ母親と父親とね、その被害者の
女の子と一緒に飯食ってて、でその後にその逃がしたんだけど、また結局捕まって、まあ、監禁されたって。おかしいですよ、大体。もう何が起こっても不思議じゃないんですよ、ね。親もおかしい。行くとこまで行っちゃうってことにどうしてもなりますからね。しかしそれ1ヶ月の間、純子さんを監禁しているのを、いくら共働きとはいえ親が一切感知できなかったっても不思議な話。感知できなかった。感知してたんだ。性的犯罪の部分であるわけですから、そうなるとやはり大人の領域ですよね。そうですね。でそれを少年法でね、もうカバーするのちょっと無理なんじゃない。ちょっと無理ですね。もうそろそろ少年法のね、年齢その他も含めた改正っていうのを本気で考えていいんじゃないでしょうかね。そうですね。やっぱりそのくらいまでいかないと被害者の側からするとたまりませんね。ね、あのある国は18歳で選挙権という国もありますしね、その辺のところも日本ももう一回考えてほしいですね、はい、本当に考えてほしいですね。そうですね。それにしてもなんというもの正しい事件なんでしょうか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ハワイにした郷ひろみ一家、依然として水井さんがハワイで、ピタッとついておりますので、電話でちょっと聞いてみたいと思います。お腹にいるときに体調で、関係ないのか。ちょっと待てよ。動画終わりました。これマジで。これが、別の動画です。女子高生監禁コンクリート詰め殺人。こういうタイトルの YouTube の動画見ます。ちょっとお話を聞きたいんですけども、ちょっとやめてくださいますか。実はね、少年たちのですね、ご両親が全くその古田さんに対しても謝罪をされてないということなんですけども、主犯 A の母だって。この殺人事件の主犯格の A の母親です、これ。なぜ古田さんのところにはご連絡っていうのは取ってらっしゃるんですか。古田さんのご両親に対する、古田さんのご両親に対するお気持ちっていうのはお聞かせ願えませんか。違いない。頭おかしい。例えば具体的には連絡っていうのは取ってらっしゃらないんですか。ちょっとやめてくださいますか。頭おかしい。東京足立区綾瀬で発生した非行少年グループによる女子高生拉致監禁強姦リンチ殺人事件。ある意味でこの事件は少年らの親たちが犯した犯罪だったとは言えまいか。軒を接する住宅密集地の一角で繰り広げられた地獄。惨殺された少女古田純子さんに何があったのか。それを監禁場所2階の6畳まで発見された大人のおもちゃ、紐、火炙りの刑で使ったライターが物語る。純子さんの顔はリンチで原型をとどめておらず、傷は可能して異臭を放っていた。監禁1ヶ月、配下では犯罪少年の一人 C の両親が住み暮らしていた。路地のとこね、うち入るあの通り、はい、若い18区の子が5、6人毎日いましたよ。頭の毛を染めたね、男の子、それだけあのうちにこうしょっちゅう出入りしてた。そうそう、しょっちゅう出入りして音っていうのはなんかやっぱり聞こえたりは、ボリューム上げてなんかしてたのは知ってますよ。去年あたり、まあ、どこのガキだなんていうぐらいでね、まあ、それは言ってましたよ。
音立てないと面白くないから、それだと思ってます。異常な音の高さだなっていうのは分かってますよ。それは例えば昼間ですか、夜ですか。昼間。なんか物音とかそういうの聞こえなかった。聞こえたんですけど、女の声が、やめてよとか、そういう声をしました。それいつ頃かな。去年のいつ頃か忘れました。去年のくれぐらいかな。そのくらいです。何回ぐらい聞きましたそれ。8回ぐらい。8回も。はい。だんだんなんか、弱くなってきた。声が。はい。こちら今見てるドキュメンタリー番組ですね。の URL です。みんな泣いとるかな。葬式でみんな泣いとるかな。じゃあ、お帰りなさい。こんな形で再会するとは夢にも思っていませんでした。痛かったでしょうね、苦しかったでしょうね。いつもおおらかで明るい純ちゃん、文化祭の時みんなでお揃いで作った赤いハッピー、とっても似合っていましたね。一生忘れないでしょう。校長先生が特別に卒業証書を書いてくださったそうですね。これで3年8組47名卒業できました。お伝えことも苦しいこともありません。安らかに眠ってください。はい、じゃあ、はい。女子高生コンクリート詰め殺人事件、衝撃的な40日間の殺害臨時現場となった監禁宅の前に立っています。これあれじゃねえかよ。少年たち7名のうち4名はすでに逮捕され、東海林刑事処分相当の東海林のり子じゃん、火災に装置され、リポーター。残りの3名もこれなんつったっけ、庄司だ、書類送検されました。東海林で庄司って読むんだっけ。あの事件発覚から1ヶ月余りが経った今もどうやって読むのか分かんない。少年たちの親たち誰一人被害者の古田純子さん宅へ足を向けた者はいないのです。そして線香の一本も立てに行った者はいないのです。だおかしいんだってこれ。この恐るべき少年たちの犯罪、こいつ彼らはこの地で何を見、何を考え、何を感じながら育ってきたのでしょうか。こいつらのさ、両親も気違いなんだって。間違いなく学校、家庭、生活環境を検証してみました。おかしいだろ、こいつらの犯罪。許せねえ。通りがかりの女子高生を出し、40日にわたって監禁、臨死の挙句に殺害し、コンクリート詰めにして捨てた4人の非行少年の素顔と、主犯格 A、18歳、私立高校1年で中退、父は証券会社勤務、母はピアノ教師、夫婦は別居、母親と A はいさかいが絶えなかったという典型的な崩壊家庭だった。コント書いてるしって言って優しかったから、僕たちにもうご飯やすごい優しかったから、そういう面ではびっくりしたけど、まあ、喧嘩が強いとかやったらむちゃくちゃですからね。まあ、やりかねないって言えばやりかねないかもしれないけど。少年 B、 17歳、私立高校中退、両親は別居中、母親はスナックのママ鍵っ子として育った。古田純子さん亡きの際、少年 A の手形。
僕のブサイクの顔を見せておこう。暇臭いから。そして悪玉役を演じた。どうでした、スミリー君は。かなり強かったよ。あ、強かったんじゃないですか。うん、あの腕力とか。友達として面白いやつだったと思い。あ、面白い。どういうところが。だから受けを狙ったりとかして笑わせてくれたりとか。あ、ひょうきんな。結構ひょうきん。少年 C、17歳、ドリス高校中退。父は病院職員、母は看護婦。古田純子さんが監禁されたのはこの家である。C の兄も今回の犯行に関係。C の家なんだね。都立高校中退の16歳の C の、少年 C のこれ家なんだ。っていうことを考えると、少年 C の両親がマジで気違いだったってことです。少年 A じゃなくて、C の両親はマジ吉ってことです。であるとして書類送検された。どんな感じの人ですか。あのお兄ちゃんのなんか優しいっていう感じだけど、うん、弟のほうに喧嘩っぽいやつなんかな。前でも喧嘩してた。うん、あ、髪の毛染めしたりして、うん、なんか乱れてたっていうか。少年 D、17歳、都立高校中退。両親は離婚。父は復縁の話し合いに向かう途中交通事故死した。母はパート勤め、家庭内暴力が絶えなかった。姉は主犯格 A と同棲していた。これ D 君というのは一口にどんな少年ですか。何、なんか何やるか分かんねえかなって感じで。ああ、何をしでかすか分からないっていう。結構じゃ怖い。意表をついて怖いっていうか、な、普通に喋ってる分には本当普通の友達なんですけど、うん、陰で何考えてんのかなっていう感じ。去年の11月25日夜8時半ごろ、アルバイト帰りの純子さんが姿を消した現場です。この現場はご覧のように川が流れ、両岸に草が生い茂り、夜は人通りも少なくかなり寂しい道です。ここから5分ほど行ったところに純子さんの自宅があります。純子さんはここで少年たちに拉致され連れ去られました。純子さんの乗っていた自転車はこの道路脇にしっかりと鍵がかけられたまま放置されてあったのです。なんかここにあったんですか。あ、ここに、ここにこう、あ、そうですか、立てかけて、ね、なんか鍵がかかってた。なんか壊れてるとか、ほらタイヤが壊れてた言ってましたけどね。でしばらくここにねあったんですけど、うん、そして2センチ違うのかな、そしてのうちにほらおまわりさんが来て、この自転車が、ね、いなくなったんだ、どうのこうのって。ああ、そうですか。去年の11月の25日っていうのは、あの夜そんな例えば悲鳴とかそんなのは聞かなかった。わかんないですね。よくね、ここが地感が出るみたいで、キャーっていう音とかするんですけどね。あ、そうですか。ねえ、だからねえ、分かんなかったですね。帰宅しない純子さんを心配した両親はその3日後に警察に捜索願いを出しました。しかし純子さんの方から元気だから心配しないでという電話を受け、両親は捜索願いを取り下げています。しかしその時すでに純子さんは監禁され激しい暴行を受けていたのです。え、3日後に電話が来て元気だから心配しないでって言ったらしいぞ。でもその時点でもう暴行を受けてたって。ってことは いわゆるあれか、言わされてた的なあれですかね。古田純子さんは殺害直前、少年たちに汚物同然の扱いを受けていたという。レイプと性的ないたずらに飽きた彼らは食事も風呂も与えず、今度はサディスティックな暴行の対象としたのである。51キロあった純子さんの体重は30数キロにまで衰弱しきった。少年たちの野獣のような行為から逃げようとすると、
彼らがバスと名付けた激しい暴力が待っていた。リンコさんの衰弱は激しく、筆舌に尽くしがたい性的な仕打ちに精神的に破綻をきたしていたという見方もされている。それにしても少年 C の両親はこんなもたらしいことが自分の息子たちの手によって、しかも自分の家で行われたことを本当に知らなかったのだろうか。それはないだろう。この事件の大きな謎である。高校生の2人組と喧嘩してる、喧嘩っつうかもう相手にならないで一方的みたいな感じだったけど、で喧嘩してるところでばったり、あ、そしたら B の方が俺に関わんない方がいいよって言って走って逃げてったんですけど、 B の方がなんかもう目が座っちゃってて。ああ、 B に会ったのはいつ？その後。その後。あ、なんかやべえよとか言って、うん、この事件と関係あるかないかわかんないですけど、俺も捕まるかもしんねえなとか言って。ああそう。少年 C の両親の言動に不可解な点が目立つ。12月下旬のある日、 C を交えて凛子さんと一緒に食事をしたことを両親が認めた。さらに自宅に戻りなさいと注意もしたという。だから凛子さんは帰ったものとばかり思っていたと C の父親は力説したのである。監禁、リンチ、殺人を両親は本当に知らなかったのか。事件発覚の直前、実はこの家の2階、リンコさんが監禁されていた部屋の絨毯が真新しいものに張り替えられました。そしてベランダの左手の雨戸、この雨戸もきれいなものに取り替えられたのです。また母親がこのベランダに出て一生懸命に掃除をしている姿を近所の人は見ています。事件が発覚して捜査官がこの家に家宅捜査に入った時に、もうすでにこの部屋はきれいに整頓されていたのです。それでもここの両親は純子さんのリンチ事件に何も気がつかなかったのでしょうか。おかしいだろう。え、これ事件後にその部屋の、犯行が行われた部屋のカーペットを直し、絶対血がついてた、血とか、あの、まあ、尿とか、絶対ついてるんですよ。それなのに、そのカーペットを新しいものに変えて、で、さらに窓の網戸も新しいものに変えてって、気づかないって、なわけねえだろ。少年グループによって引き起こされた、前代未聞のバイオレンス犯罪。彼らの幼い過去を追跡する中で、私たちは恐るべき事実と深い悲しみの現実を知るに至った。よくその女の子をいたずらして追いかけたりっていうの見たことあります？そうされたようなんだけども、やっぱそういう手を使ってた。うん、多分そうだと。先輩とそのお母さんが一緒に来て、その時にあいつんち女がナンパし、あ、みんながナンパして、で家に連れ込んだっていうことは聞いたことがある。純子さん監禁現場となったこの家の家庭は、父親が薬剤師、母親は看護婦、共に都内の病院に勤務していましたが、この事件発覚とともに仕事を辞め、現在は行方をくらまし、この家は鍵がかかったままひっそりと静まり返っています。え、少年 C のその監禁が行われていた、その C の
両親が薬剤師と、なんて言った、医者看護師で、事件後に行方をくらましてるって、今言いましたけど、で、鍵も閉まったまんま。これもおかしいだろ、絶対。父親は、息子の暴力に抵抗することもできず。また監禁中に、純子さんと息子が、会館へ来て、一緒に食事をした際に、父親は純子さんに名前と住所を聞きましたが、息子は父親の胸ぐらをつかみ、おめえらには関係ねえだろ。と不問だと言います。むちゃくちゃすぎるだろ。この親子関係はどうなっていたのでしょうか。在籍中、むちゃくちゃすぎる、まあ、4月5月についてはですね、言われなくてもきちんと切ったんでしょうし、また6月に入ってからだんだん遊びが多くなりますとね、母親の言うこともだんだんね聞けなくなるでしょうからね、その辺から結果的には親子関係は崩れてきたとすら言えると思いますけどね。6月の下旬の三者面談では何かの荒れた言葉ができたですね。その時初めて言葉が乱れてきたという、ね、母親に対して、罵倒するような言葉ね。殺害現場となった少年 C の自宅、この恐るべき現実はなぜ両親同居のもとに行われ、また阻止することができなかったのか。犯罪の原点に家庭崩壊という悪性の腫れ物が潜んでいる。この家に出入りする少年たちの顔ぶれが変わったのは去年の夏頃からです。今回の事件の主犯格の A、 そしてそのグループの少年たちが出入りするようになると、この家の兄弟も髪を染め、次第に目つきが変わってきたといいます。その頃から女の子を連れ込んだり、少年たちの出入りが激しくなり、騒がしいということで注意すると、家の外へ出しても外で悪いことをする、家の中にいた方がまだマシという返事が両親から返ってきました。またステレオの音がうるさいというふうに注意すると、もう自分たちの手には負えない、あなた自身が子供たちに注意してくださいというそっけない返事が返ってきたといいます。事件が発覚して両親がこの家を出、行方が分からなくなってから、一方的にこの家の父親から近所の人に電話連絡がありました。このポストに溜まっている郵便物を届けてほしいということだったのです。ちょうどその時は綾瀬署での事情聴取の後だということだったんですが、電話を受けた近所の人は、とるもとりあえずここに溜まった郵便物を持つと父親の待つところへ運んできました。父親はいやいや、近所の人によろしくというだけで、大変に迷惑をかけているとか、近所の人にも本当に申し訳ないというような言葉は一つもなかったと言います。何人か少年たちが集まってきているような様子がありましたか。はい。何歳ぐらいの少年たち。高校1年だったから。何人ぐらい。5、6人かするより多いくらい集まってきてから、はい。どんな感じの少年たちですか。見た感じ、タバコ吸ってるからやっぱ不良です。若い18区の子が5、6人毎日いましたよ。あ、頭の毛を染めたね、男の子。それがじゃああのうちにこうしょっちゅう出入りしてた。そうそう、しょっちゅう出入りしてた。頭にひどかったという噂は聞いてますけどね。そういうやっぱり喧嘩が、それは親子喧嘩。親の留守に少年たちはこの家をどのように使っていたのでしょうか。両親が出勤するとすぐリーダー格の少年 A はこの1階の今に陣取り、ソファーに長々と横になるとタバコを切るらし、純子さんの見張り役の少年に大きな声で声をかけ、命令口調で何か命令している声が外にも漏れてきたといいます。また昼時になると出前を取り、その出前はほとんどこの家の少年が支払っていたといいます。 A についてはどんな少年だと思います。
結構後輩とかには優しいんだけど、やっぱ怒るとむちゃくちゃするみたいな感じの人。やっぱり町の綾瀬では有名な存在でした。綾瀬だけじゃなかったね。あだし、まあ僕たちの中学葛飾に近かった。ええ、まあ葛飾の方でも結構有名だったと思うけど、俺らから指名はね、知ってる範囲だったら一番有名だよね。今回の事件が表に出てからね、どんなふうに思いました？私はやっぱびっくりするけど、やりかねないって言えばやりかねないのかもしれないけど、まあ、喧嘩が強いとか、やったらむちゃくちゃですからね。古田純子さんを襲う悪玉と、それを救う善玉が登場する犯行のシナリオを書いた少年 A。 シナリオを成功させるため、純子さんの自転車をパンクさせ動きを封じている。極めて計画的だ。凄惨なリンチや殺人も A がリーダーシップを取った。あの事件聞いて、その前ここにいた少年がその主犯格の少年だっていうふうに聞いた時には全く信じられないっていう感じでした。そうですね。ただ飲んでた時にその話をスナックで聞いた時にはこいつだなっていうのが分かったけど。あ、そうですか。うん、もうすぐ分かったけど、そういうほら話がね、要するにコンクリートのいじり方なんか知ってるし。だからコンクリートなんかも、じゃあここでこの町のね名前出てきたでしょ。ここで18ってことだったから、あいつかなってそう思ったけど。殺害した純子さんを少年たちは毛布にくるみ、ガムテープでぐるぐる巻きにするとキャリーバッグに詰めてワゴン車に乗せ、この A の自宅まで運んできました。そしてこの自宅前の駐車場で漫画をヒントにドラム缶にコンクリート詰めにしたのです。今ここに点々とその時のコンクリートの跡のようなものが残っています。ここにある、まあ、まさに少年の靴底の跡のようにも見えます。ここで少年たちは白昼堂々と純子さんをコンクリート詰めにしたのです。なんかここを運んできて、なんかここでコンクリートにしたとかって話聞きました。私ちょうどいなかったんですよね、その時にね。そしたら今週の月曜かなんかにそれが白状したとかっていう。ってことは、あの車止めるところにスペースありますけど、あそこですかね。いや、それとも車をここに乗り付けて、乗り付けて、それでバケツもなんか出てきたらしいんですよ、混ぜたあれもね。それでびっくりして気持ち悪いでしょ、そんなところでやったって。だからドラム缶が大きいから下ろせないで、その車ごと、どういう車だかそれが分かんないし、1月の4日か5日頃だっていうんですね。いつ頃からですか、例えばこう母親と喧嘩したり、こうちょっと悪いことを。妻が入ってからじゃないかな。うん、でなんか親子喧嘩してガラス割ったり、なんかそんなことはよくあるみたいよ。うん、お兄ちゃんの声だけがほら聞こえてたからね、てめえバカ野郎とかさ、そういう感じでは聞こえたけど。喧嘩してるっていうのはあれですか、やっぱりあの少年と、母親の場合が多いんですか、父親も。いや、お母さんとじゃないだと、お父さん見かけなかったもん。父親はなんか無関心のような人でしたから。お母さんに対してそういうなんかだから弱い者いじめって言うんですかね、父親には向かっていかないんじゃないですかね。この非行少年グループの主犯格 A の家庭ですが、父親が証券会社勤務、そして母親はピアノ教師。父親は外に愛人を作り、家に戻ることも少なく、生活費を入れないこともあったといいます。その分母親の方は2人の子供を置いてピアノの視聴教授に出かけ、家を空けることがあったといいます。母親の方は非常に教育熱心、しかしその一方で父親はポンと300万円を出して少年に車を買い与えるなど、少年の好き放題にさせていたようです。高校を中退して、それからだいぶ変わりました。変わりました。どんな風に。
もっと怖くなったかなって感じ。あ、もっと怖くなった。ちょっと前も怖かった。もちろん。あ、どういうふうに怖い？やっぱやることが豪快だから。豪快っていうのは？ごめんさ、やっぱ怒らしちゃいけないなっていう。ああ、なるほどね。22個目さんいらっしゃい。とこ些細なことで怒らすとかなり暴れちゃうとか。いろいろその場の状況によって違いますけど、結構悪乗りする人だったから。なんか通りすがりの人、女の人いますよね、自転車乗ってる女の人とか、そういう人の後ろに乗っかって、胸触ったりとか、通りがかりの人のスカートめくったりとかっていうのは聞いたことありますけど。あのレイプ事件で捕まってるんですよね。でその他にもあったんですか？なんか酔っ払いと喧嘩して川に放り込んだりとかあった。あとなんかそのグループに入らなやつが入るって言って入れない人がいて、でその人のことをあれなんかすごいみんなでやったっていうか。これだから結婚してるさ人いるって今言ったけど、結婚してさ、そのさ、女の人の方はさ、多分これ、多分っていうか、絶対知らないんですよね。だから名前とかも変えてるし、あの、養子縁組とか言って、あの名前変えたみたいですからね。で、でもネット上には一応、多分、改名後の名前とかも多分出てるんですよ。だから、その結婚して、その妻の方が、多分気づいてはないんでしょうね。間違いなくね。気づいてたら間違いなく結婚しないでしょ。だから、だとは思うんだよな。まあ、結構、知らないんでしょうけどね。やっちゃって、それでなんか殺人未遂とか言って、それも捕まったって。主犯格、少年 A の暴力と異常行動が小学5年生の頃から目を出し始めていた。事件を知る父母はその出来事をコンドーム事件と密かに呼んだ。当時5年生の A が教室にコンドームを持ち込み同級生に配ったのである。すでにその使い方を知っている口ぶりだったという。同じ頃 A は年上の中学生の女の子にラブレターを出してもいい。小学生とは思えないほど文面は真剣で混ぜていた。その執着ぶりも異常だった。だがと A を知る教師はかばった。父親は家を出て帰らず、母は家計を支えるためピアノ教授で忙しかった。昼も夜も A は一人ぼっちだった。愛情に飢えていた。母親に代わる女性、温かい母性愛に満ちた懐を夢見ていたに違いない。あのまあ、活発だっていうことを引いて、まあ、裏返して言えばね、非常にこう粗暴っていうんですか、そういう面はあったようですね。友達にすぐこう暴力を振るうとかね、それから基本的な生活習慣が、まあ、それほどよくできてないとかね、まあ、喧嘩が絶えないとか、そういうことはよくあったようですけどね。これはどうしたって学校の体制だけじゃなくてね、家庭の指導も問題ありますからね。ご両親をお呼びして事実を訴えてましてですね、話をしたり、まあ、子供との、その子供っていうのはやっぱりそういうことに追い込まれるね、何かあるわけですよ。お母さんだって菅原に対して一生懸命だったような気はするけどね。これ夜遊びして何かしてるでしょ、麻雀やって何かしてるでしょ、でそれに対して何かしてる遅いんだっていうのは聞いたことありますけどね。少年たち4人の家庭はいずれも崩壊していた。はい、25個目さんいらっしゃい。ちょっとトイレ、ちょっとトイレ行ってきます。
両親の間に愛情も会話もなく、少年たちが両親から学んだものは人間不信と憎しみだった。彼らは人間として成長すべき最も大切な時期を人間として育てられなかったのである。ちょっとお話を聞きたいんですけども、ちょっとやめてくださいました。実はね、少年たちのですね、ご両親が全くその古田さんに対しても謝罪をされてないということなんですけども、古田さんのところにはご連絡っていうのは取ってらっしゃるんですか？古田さんのご両親に対する、古田さんのご両親に対するお気持ちっていうのはお聞かせ願えませんか？申し訳ないと思ってます。例えば具体的には連絡というのは取ってらっしゃらないんですか？ちょっとやめてくださいました。事件発生10日前、同じ足立区綾瀬のマンションで母と子が絞殺される凶悪事件が発生した。2つの事件の犯人の少年たちは同じ中学の卒業生だった。彼らを送り出した中学校はどんな学校だったのか。さらに、二度と再びこのような事件を起こさないために、少年どんな学校だったのか。犯人の少年たちが卒業した、足立区立東綾瀬中学校だそうです。これも多分普通にチャリで行ける距離だそうです。だからこいつらは、この中学を卒業した後に高校に通って中退してるから、高校中退ですからね。だから、その、通っていた高校はどこなんだろうな。さらに、二度と再びこのような事件を起こさないために。お互いに知恵と力を出し合っていきたいと考えてお集まりをいただきました。よろしくお願い申し上げます。少年たちの犯罪、女子高生コンクリート詰め殺人事件、そしてマンション母子殺人事件、この2つはこの同じ足立区内で起き、しかも驚くべきことにこの同じ中学の先輩後輩の間柄でした。母子殺人事件が去年の11月16日、そしてコンクリート詰め殺人事件が11月26日、たった10日間の間に2つの凶悪事件が起きたのです。この2つの事件を聞いて先生はどんなことを考えますか？正直のところ、こういうことは考えられないことなので、うちの卒業生でなければいいがなという、そういう望みを持っているんですが。緊急集会が開かれたのも無理はない。この中学校の卒業生から女子高生監禁コンクリート詰め殺人に続き母子殺人の凶悪犯まで出したからである。小学校1年生の男の子と母親が絞殺された綾瀬の母子殺人、犯人の少年たちはわずか6万円の現金と引き換えに2人の命を奪った。なぜこの中学校から2つの凶悪事件の犯人が生まれたのか。話し合いの中である事実が浮き彫りにされた。学校に陰湿ないじめが横行していたこと、さらに当時教師による激しい体罰が行われていたという事実、学校も荒廃していた。
重大な事件を起こした少年たちの卒業校であるこの中学校では夜7時から府警それから地域の小中学校の教頭校長を含むおよそ500名がこの体育館に集まりまして緊急懇談会が開かれます。今回の事件地域も学校も非常に真剣に取り組んでおりまして二度とこのような事件を起こさないようにどうしたらいいのかという質疑応答がこれから行われる模様です。本校の在学中の加害者の学校における経緯等についてお話を申し上げます。3名とも2年生の時から欠席が多くなり始めました。3年生になるとさらに欠席が多くなってきました。つまり長期欠席生徒の中にあったわけでございます。私も校長室で2度3度彼らに会って話をして指導を強化してまいりました。何人かは涙を流してありがとうございましたと校長室を出て行ってくれたわけです。私はその姿がまだまぶたの裏に焼き付いているわけです。その子の中にこの3人がいたということは本当に残念でたまらない。緊急懇談会が開かれましてからほぼ2時間が経っております。現在はこの体育館の中で学校側と府警との質疑応答が行われているんですが、かなり激しいやり取りが外へも漏れてまいります。学校側の家庭にも協力を求めるという姿勢に対して府警の中からは学校にも責任があるじゃないか、長期の欠席者それから登校拒否の児童、今回の事件が明るみに出てたくさんのそうした生徒がいることを知った、もっと早く府警に知らせてこの問題について検討すべきではなかったのか、学校側は家庭に協力を求め、また府警の方は学校にも責任がある、そのやり取りが外まで激しく漏れてまいります。不安を与えずに先ほど申し上げましたように、今度の事件の一番元になるものは何だっていうふうに。そうですね、まあ結局大人社会の繁栄だろうってことなんですよね。あのお子さんはやはり動揺なさっていらっしゃいますか。まあないとは言えないですね。あの今後一番学校に期待するものってどんなことになりましょう。あ、学校に期待する、学校に期待だけじゃなくてやっぱり全部が大人も全部が考えなくちゃいけないことじゃないですか。ご家庭もそうです。これはまあ、 どうしてもなさって普通の一般の家庭では考えられないね、家庭の状況を彼らたちは持ってるからね。そうなるとやっぱりこれは学校の問題じゃないもん、これは家庭の問題だもん。言ってみればですよ、親がどういうふうに子供を指導してるかっていう。そうだよ、これさ中学生、中学校さなんかに責任転嫁してるけどさ、ただ単にこれを家庭のさ問題じゃん。どう考えても。別に中学校に問題はないだろ。
ただ単にた、ねえ、単純に、別に中学校の問題じゃなくて、ただ単にさ、そこのさ、親がさ、両親がおかしいという、やつらがこいつ、このね、中学校に集まっただけで、緊急集会で問題とされたのは、中学校に来た人の存在である。綾瀬駅前のマンションで、母と7歳の子供を絞殺した3人の少年たちも、長期欠席グループの一員だった。この中学には現在も、40名から50名の長期欠席生徒が存在する。また、女子高生監禁殺人を犯した少年たちが在学中、体罰が最もひどく、怪我をする生徒まで出ていたことが明らかにされた。学校でね、こうだいぶ体罰があったっていうような噂もあるんですけど、そんなのありましたよ。俺の友達なんか前は割られちゃったり、それから学校来なかったの、うん、それで入ってきた時に担任が、うん、ちょっと殴る先生で、うん、その担任怒っちゃって、やっぱ30年前だからあれなんだな、体罰が普通に行われていたあの時代。まあ今じゃ当然ほら体罰ってほら悪いみたいなことになってるじゃないですか。だけどここの中学校では体罰が普通に行われていたっていうのは、それを聞いたらあれだな。確かに中学校、中学校にも問題あんのかな。殴られて、それで水道の蛇口に前歯当てて、それで降りちゃって、その後なんか校長が謝りに行ったみたいだって。それはむごいなって思ったね。ああ、そう。僕の知ってる人でなんか1年の時に靴下がちょっと短かっただけで柔道室呼ばれて、でそこで殴られたりとか蹴られたりとか、すごいやられたとか。荒れていないと言われた学校で体罰が横行していたっていうのは事実なんでしょうか。私はそれぞれ当たってね、事実確認してるわけじゃありませんので、そうであったと断定するとか、でなかったと否定するとか、それはちょっとできませんね。私は卒業生の父兄の中には、はい、前任の校長先生は、はい、職員室で自分の見ている前で教諭が生徒に暴行しているのを見て見ぬふりをしていたとか、そういうような話もかなり聞いてるんですけども。ああ、そうです。初めて聞きましたんですが、それはご存知なかったですか。全く分かりません。聞いておりません。よるべき家庭を失い、学ぶべき学校で阻害され傷つけられ、やがて去らねばならなかった少年たちだが、さらにもう一つ少年たちの心を蝕んだ大きな要因があった。凶悪少年犯罪の舞台となった東京足立区綾瀬、すぐそばを荒川が流れる。小菅の東京拘置所が有名である以外、昭和30年代まで田んぼしかなかった新開地である。下町とはいえ、急激な都市化が生んだ新興住宅地に人情は極めて薄い。長期欠席生徒や非行グループが街中の薄暗い店に集まり、時に暴走族が群れる。この綾瀬駅って、これもう俺何度も行ったことあるからな、これ普通に。この綾瀬駅ってところ、もう何度もチャリで、もう何度も何十回も行ったことあるけど、言っちゃうと、綾瀬駅に、高架下に、今普通にホームレスいますからね。うん。綾瀬駅の、高架下にね、ホームレス何人かいるんですよ。まあ別にホームレスがあれだっていうわけじゃないんだけど、まあ、あれだよね。ホームレスがいるっていうのはやっぱり、まあ、まあいない店だったね、いない駅だってまあ当然あるけど。まあだから、
まあ治安がいいか悪いかって、まあホームレスの人は別に治安がいいとか、まああれだけどさ、まあ別にホームレスの人が悪いっていうわけじゃないけど、やっぱホームレスいるといないとではやっぱり、まあなんとなくこう、まああれだよね、まあ治安というかが悪いようなイメージはまあある、なきにしもあらず。事件現場はこの綾瀬の駅から南北にわずか800メートルほどしか離れていません。事件の舞台となったこの綾瀬とはどんなところなのでしょうか。綾瀬駅に地下鉄の千代田線が乗り入れることによって急速に発展したところです。都心までわずか20分ということもありまして、この周辺はアパートやマンションがたくさん建っています。この綾瀬の駅周辺というのは大変に不動産屋さんが多いです。この道だけでも10軒、この周辺で 4、50軒もあるというんですから、扱う物件がたくさんあるんだと思います。あ、ごめんください、すいません、社長さんいらっしゃいます。この綾瀬地区はですね、ちょうど30年前に区画整理が終わったんですよ。それでその前はずっと農村時代だったんですが、30年前区画整理が終わりまして、住宅地域として一応発展しました。特に千代田線が開通してから55年ぐらい人口急に増えましたし、まだここ10年ぐらいなお発展を遂げました。昔から以前から伊田住民っていうのは圧倒的に少ないわけですね。それとどうしても他から来た方、見えた方、特に賃貸マンションが多い、まだ分譲マンションに住んでる人にしてもほとんどがもう表から、ほぼから来た方ですね。だからもともとつながりがないもんですから、なかなかそこは例えば浅草みたいな落ち着いた昔からの北町とちょっと違う要素があると思います。この地域はまあご存知の通りですね、非常に都市化の激しい地域でしてね、まあ、香港なんかは特に自動の動きが非常に激しいんですよ。昨年あたりはもう100名前後の子供が移動していますしね、今年も約30名から40名の子供がこう移動していますしね、出たり入ったり出たり入ったりっていう、非常にこうそういう変化の激しい地域っていうんでしょうかね。まあ、それだけに変化のに対応しきれない、そういうことも大きなね、一つの落ち着かないっていうんでしょうかね、そういうことがあるんじゃないかな、まあ、そういうのがうちの地域の特色じゃないでしょうかね。どんなとこ好き？住めば天国ですよ。ああ、そう、住めば天国。綾瀬って言ったら足立っていうのは結構悪いから、その中で足立の中で、まあ、栄えてるって言ったらおかしいかもしれないけど、人間が集まるっていうのは綾瀬と北千住しかないから。ああそう、まあ目立ちたがり屋だからね、今もそうだけど、鹿浜とか夢島とかの方から結構集まってくるっていうのは集まってくる。葛飾の方でも小菅とかさ、その辺の族とかはさ、アイスなんか近くていいんじゃないかななんて。ああそう、来るに結構でもってギャラリーとかそういうのが多いし、目立つかなみたいな感じ。ああそう、結構気に入ってる。結構。ああそう。少年たちの残忍な犯行手口から背後の暴力組織も表面化した。少年 A が組織した極政会と名乗るグループは暴力団の下部組織とつながっている。極政会メンバー40名から50名、強盗傷害駆除暴行を目的とした恐るべき集団である。これだから、これググったところによると、このコンクリート詰め殺人事件はですね、100人以上が関与してるらしいです。で実際その100人以上がこの事件に関与してるにもかかわらず、逮捕されて実際にその懲役を受けた人はたったの4人なんですよ。
それで、残りのね、96人、一体何なんだって話。完全に、無視されてるんですよね。うん。うわ、この綾瀬駅周辺のゲームセンターなどに、たむろするうちに、暴力団組員と親しくなり、去年の10月には、少年たち3、40人を集めて、その暴力団の予備軍的存在である極征会を作り、花を売ったり、路上で露店で商いをしながら、喧嘩、ひったくり、婦女暴行と非行をさらにエスカレートさせていったのです。極征会でどんなことやってた？結構駅のとことか走ったりとかしてんの一回ぐらい見たことあったけども、で、あとみんなでためろってて、なんかいろいろ話したりとかしたことも見たことあったけど。花売りをやってるっていうのを知ってました？知ってた。車運んで来た時に、話した時に後ろに話すんであったから、花屋さんでもやってんのかなと思ったけど。そのグループに入るなんて誘われたことなかったですか？断ってよかった。それいつ頃誘われました？詳しくは覚えてないけど、4月か2月3月の間で。その A に誘われた。なんて言ってました？いや、その時は直接は言わなかったけど、まあ一緒に走ってみるとか言って、一緒に走りやってさと、一緒に遊ぼうぜとか言ってたんだけど、まあそれは俺らからすれば完璧に、入らないかって誘ってるのと一緒だから。なんかそのグループに入らないやつが入るって言って入れない人がいて、でその人のことをあれなんかすごいみんなでやったっていうかやっちゃって、でそれでなんか殺人未遂とか言ってそれも捕まったっていう。わいせつ目的略取誘拐、監禁、婦女暴行、殺人、死体遺棄、この5つの容疑で逮捕された少年たちは今古田純子さんの霊に怯え、夜もよく眠れず心休まる時がないと訴えているということです。しかし残忍で許すことのできない凶悪事件、少年たちには今週中にも火災から審判が下り、危険に逆走され、成人と同じように刑事事件として起訴されるものと見られています。少年たちが家庭裁判所に送致されて2週間後、私たちは古田純子さんの自宅を訪れた。家はひっそりと静まり返り、玄関も窓も固く閉ざされたままであった。中退者は全国におよそ11万4000人。さらに警察庁の調べでは、学校を飛び出し職にも就かず社会に浮遊する無職少年の数は全国に35万人に上る。しかも彼らの家庭環境は逮捕された4少年と驚くほど酷似しているのである。
ちょっとあれやちょっと27個目さんいらっしゃい。ちょっとあれや、その今のYouTube の動画見てたんですけど、まあ、その犯人たちの出身の中学校の場所をちょっと調べてみましょう。ちょっとググってみましょう。ちょっとググってみましょう。どういう事件？どこだったっけ？殺害現場と。で、殴られたりとか蹴られたりとか。東綾瀬中学。東綾瀬中。どこだ？ここ。うわぁ。ここか。普通に近い。さっきの古田純子さん、古田純子さんの中学校、高校か。この高校が埼玉県立八潮南高等学校。地図見てみますか。あ、遠いな。うわ、遠いな。こんなとこか。結構遠いわ。うん。どこにお墓があるんだろう。できれば、ねえ、お花を添えてあげたいっす。
ところにあるのはね、やっぱ多分あれなんだろう。多分あれなんですよ。非公開にされてるとは思うけど。なんか、ないっすか？URL 的な。なんか情報書いてある URL ない？おすすめの。おすすめのって言っちゃうとあれだけど。ちょっと待て。
害者や遺族が晒し者になり、加害者は守られてしまう日本。いいじゃん、8個目されちゃう。そうですね。まさにそれ。うん。被害者の監禁されていた、うちが、家が、賠償金ってちゃんと支払われているかも不明か。ちょっと監禁場所さ、監禁場所を Google のあのなんだっけ、なんとかかんとかで調べてみようか。前も調べたんだ。監禁場所が、足立区の綾瀬のどこやったったぶんね、自宅がね、おそらく、
地区の綾瀬の 7-8-6 7-8-6 です。 Google マップで見てみましょう。ストリートビューでちょっと見てみましょう。果たしてどうなっているのか。さっきの見た感じだと、30年前の、ニュースで見た感じとはおそらく違うんでしょうけど。多分改装されてるんでは。わかろうか。これもしかして。まだ現存してんのかな、これ。ちょっと詳細が見れないですね。なんか見た感じだとすげえ似てんだけど。場所が7-8-6でしょ。もしかしてあれかな。本番は埼玉県三郷での事件ですね。埼玉県三郷。ああ。30個目さんいらっしゃい。見た感じ変わってんな。なるほどね。多分おそらく改装工事かなんかだいぶ新しくなってるくさいですけどね。見た感じ、埼玉県の三郷。三郷の付近はガラリと変わりましたよ。
美里。ああ、こっちか。ああ。ここか。ちょっと遠いな。あの事件からもう30年以上経ちますから。そうっすね。被害者。校長先生が特別に卒業証書を書いてくださったそうですね。監禁したのは足立区でしたっけ？これで、監禁してる場所が足立区の綾瀬です。3年8組な47名みんな卒業できました。先生もう辛いことも苦しいこともありません。安らかに眠ってください。コンクリート詰めにされて殺されていた古田純子さん。あ、本当だ。行方不明となってから埼玉県の三郷市後に無残な姿で自宅に戻ったわけです。そして昨日葬儀告別式が行われました。4月から就職も決まっていたわけなんですけどもね、実はの昨日なんですが通っていた高校からの卒業証書がこの日出されてたんですね。純ちゃんお帰りなさい。こんな形で再会するとは夢にも思っていませんでした。痛かったでしょうね、苦しかったでしょうね。何も知らずに生活した自分に腹が立ちます。いつもおおらかで明るい純ちゃん、文化祭の時みんなでお揃いで作った赤いハッピー、とっても似合っていましたね。一生忘れないでしょう。私たちは純ちゃんの死を決して無駄にしません。恐ろしい犯罪がなくなって平和な日々が過ごせますように。社会人1年生の私たちも努力します。また何か辛いことがあってもくじけずに精一杯生きようとした純ちゃんを思い出して頑張ります。校長先生が特別に卒業証書を書いてくださったそうですね。これで3年8組な47名みんなに卒業できました。純ちゃんもう辛いことも苦しいこともありません。安らかに眠ってください。さよなら純ちゃん。八潮高校旧3年8組一同、
純子さんはキャリーバッグに入れられた上、ドラム缶にコンクリート詰めにされ、東京湾の埋め立て地に捨てられていました。さて、この事件がどうして発覚したかといいますと、今年の1月、別の事件で逮捕されていました2人の少年の余罪を追及している際に今回の犯行を自供し、分かったわけなんです。事件は去年の11月25日、埼玉県三郷市でアルバイトを終えた純子さんが自転車に乗って帰宅する際、少年が自転車ごと倒して襲いかかる一方、同じ仲間の少年が助けるふりをして信用させまして、オートバイに乗せて連れ去ったというわけです。終了まであと5分になりました。純子さんはこの家の2階、16歳の少年の部屋に40日間も監禁された上、殺されてしまいました。逃げられないように部屋にはしっかりと鍵をかけ、交代で見張りをつけ、少年たちはどうやらこの電柱を使って出入りをしていたようです。純子さんが少しでも逃げようとすると殴る蹴るの暴行を働き、時にはキックボクシング用のサンドバッグ代わりにしていたようで、押収されたそのスタンドにはたくさんの血痕がついていました。しかしそれにしても、ここは足立区綾瀬の静かな住宅街です。隣は1メートルも離れていません。大きな気がつかなかったのでしょうか。少年たちは外に漏れるほどのステレオをガンガンと鳴らして声を消していたようです。それにしてもこの家には両親も住んでいます。しかし共働きのために昼間はいません。そんな中で父親は去年の12月の初め、あまりにもうるさいために2階に上がって注意しました。そして12月の下旬です。父親とそして純子さん、息子と食事をした時です。父親は早く帰りなさいと注意しました。しかしその後はどうなったかわからないと言っています。しかしこの時に、この時にもし父親が何かの形でちゃんとしていれば、今回のこの悲惨な事件は起きなかったかもしれません。今でもどこかで監禁されてる人いるんだろうから世の中怖いわ。はあ、
今埼玉県に住んでるらしい。今ね、その4人のうちの1人の、これなんて読むんだろうな、なんとか信二、なんとか信二っていう人が埼玉県の川口市に住んでいるらしいです。港真嗣だそうです。分からんもうこれは、はあ、女子高校生リンチ殺人事件が明るみに出まして1週間経ちましたけれどもね、本当にあの亡くなった古田純子さんとそのお父さんのお母様、そしてまたご家族の方々の心の中を思うと、なんとまあ残虐な事件だなということで、怒りが湧いてまいりますけれども、前代未聞のこの事件、今日は追跡してまいりたいと思います。スタジオの方にお客様として教育評論家の能重晋作さん、それから弁護士としてご活躍の大沢孝之さんにおいでをいただいております。お二方どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さてまず野重さんにお伺いしたいと思うんですが、この事件が明るみに出た時にそのどう受け止められましたですか。はあ、もう何とも言いようがありませんけれどもね、ただ子どもたちが本当に今野放しにされている状況を痛切に感じましたね。まあ、学校でもおそらく放り出されたほどないかと思います。放り出された、はい、はあ、大沢さんいかがですか。また起きたかなという感じで、このところ少年犯罪が多かったですしね、またあの集団で、まあ、激ガ世代といいますかね、まあ、本当に犯罪やってるという意識じゃなくてですね、一種の遊びとしてやってしまったというような感じを受けまして、それだけに許せないし、被害者の心情を思うと言葉がありませんね。まあ、コメンテーターの皆さんには後ほど随時またお話し合いに加わっていただきたいと思いますけれども、ずっとこの事件発生当初から、明るみに出た時から取材になっております。村上さんに伝えてもらいましょう。はい、まあ、ずっと続けて取材を してきまして、その後5日の日にですね、新たに17歳の少年がまた殺人と死体遺棄の疑いで逮捕されたということで、これまでに4人の少年が逮捕されたことになるわけです。
で一方この一番注目を集めております監禁されていたうちの両親、このうち母親の方はショックでもって寝込んでいるというような状況だったんですけれども、これが先日から綾瀬警察署の方でいろいろと事情を聞かれておりました、はいはい、そしてまあ最後6日まで事情聴取があったんですけれども、この中で確かに今まで言われているように少年とその純子さんを下の部屋でもって夕食を一緒にしたというようなことは認めていると、ただ監禁であったかどうかというようなことについては、非常に曖昧な供述で、知っていたとも知っていないともよくわからないというような感じなんですけれども、少なくともこの純子さんが下へ、連れてこられた頃っていうのはこの部屋に連れ込まれた11月25日からもう相当の日数が経ってる、その間やっぱりリンチは受ける、ろくに物も食べさせてもらえない、50数キロあった体重がおそらく35キロぐらいしかなかったんじゃないか、でこの母親は職業が看護婦ですから当然そういう状況がある程度把握できてもしかるべきじゃないかという気がするんですね。それを考えると一体この母親もそして息子に何一つ言えなかった父親も含めてこの親たちが子供に何も言えないこういう状況っていうのは一体どうなってるんだということが一番やっぱり我々が気になるところだと思うんです。ではまずこの C の親子関係を追跡してみたいと思います。まあ僕も本当に村上さんがちょっと指摘をしてくれましたけど、なんで40日間監禁してる間にその C の両親は気がついてるはずなんですけども、どうして他のなんかいろんな手段が講じられなかったのかな、あなたのお家はどこですかとか、あなたのお電話があるのってちょっと聞いてみましょうとか、そういうことがなんでできなかったんだろうなと思うんですけど、村上さんどうですかこの点とか、いろいろ詰めかけてたんですかね。いやだからその点がね、今山本さんおっしゃったように、一番疑問点は我々もそこなんですよ。で、とにかく父親がですよ、2、3年前からもう子供たちの部屋には入れてもらえなかった、2階には上がっても子供たちの部屋鍵がかかって入ろうとするこの野郎ってのことでもって入れてもらえなかった、例えば C は16歳ですよ、ということは2、3年前考えてごらんなさい、13歳の時にですよ、すでにもう父親としての権利を失格してるんじゃないかという感じがするわけですね。そして実際に純子さんが下に降りてきた時に、母親が純子さんに、あなたの家はどこだ、名前はどこだ、純子さんはもう怖いもんですから何も答えない、そうした時に今度父親が改めて自分のその16歳の次男に、どうなんだこの子はどこなんだって言ったら、いきなり胸ぐらをつかんでうるさいって言われて、もうそれっきり怖くて何も言えなかった、アホだろってくると、もう何をか言わんやというような感じがしてくるんですね。おかしいなってこいつら、だから実際に一体どうなんだろうという感じがします。それと同時にもう一人主犯格の A という18歳の少年、この少年のうちも父親が証券会社に勤めて、そして母親がピアノの先生をしている、これがまあ少年がまだ小学校の頃に両親の間がうまくいかなくなって、まあ父はだんだんうちへ帰ってこないというようなことで、母親が生計をたまあの中心になるというような中でだんだん悪くなっていって、ついに母親をしょっちゅう殴る蹴るというような家庭内暴力になっていく、まあ外でもしょっちゅう喧嘩をするというような子供になっていったわけですけれども、まあこの子がですね、中学を卒業して高校1年ですぐに退学して、この女の子とどうもその近くのマンションで同棲をしたらしいと、それを母親がどうも世話したんじゃないかなんて噂もある、こうなってくると一体どうなってるのか、まあ、そのあたり、まあ、青少年の相談をずっと専門にやってこられております、宮内邦夫さんの話ちょっと聞いていただきたいです。今回のあの事件、ずいぶんひどい事件でしたけれども、お気になって先生どんなふうに思われましたか。まあね、ああいうふうに現実になるってことはありあい少ないんでしょうけれども、いわゆるその予備軍みたいのはいくらでも今あるんじゃないですかね。もう今は何しろ女の子がかなり、あの子も長いことあのうちにいたらしいけれども、お父さんたちがそれを知っていても子供に何か言えないというふうなね、家庭がどん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 増えちゃってるわけですから、そういう意味での予備軍は私どものところに相談に来る人にでもいくらでも今ありますからね。えここにずっとあるの、これが皆やはり相談に見えた方ですね。そうですね、もうね、
もう後で移していただいたらよろしいが、もうあの子供たちが女の子をこう家の中に引きずり込んで何日も女の子が泊まってても、それに対して何か言おうとすると、まあ子供たちの乱暴に親が耐えられないね、そんなことでもう注意もできなくなっちゃってるみたいな家庭はいくらでもありますですね。今回なんかでも息子の方がまあ力が強くて、逆にやられてもやっぱりとにかくそこへ父親のやっぱり権利でもって押し入っていくと、でそれができる家庭だったらこういうケースにはならないわけで、今おっしゃるようなこともできない親っていうのがどん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 増えてきちゃってんじゃないですか。ですからやっぱり今回あの父親がですね、そこまでやらなきゃいけなかったと言えるんでしょうね。まあまあそこはあの後になってね、これを評論することは楽だけれども、現代の世相から言うとなかなかそれを当然そうすべきだったと言ってみても、それはできない父親が今の日本にはいくらでもいるんじゃないですか。予備軍はたくさんあるんだということでね、そういう父親もいるんではないかと、今ね何も言えないという、このあたりの農場さんいかがですかね。そうですね、はい、あのさっきもあの親としての権利がなくなっているという話ですけどもね、それはあの親としての義務を行使してないから当然のように失っていった権利ではないかと思いますね、うん、ですから私は誤解されると困るんですけどね、はい、この少年たちも私は大変な被害者だって思うんですよ。大きい意味で言うとこういう状況にやはり追い込まれていってしまって、あの結果やはり子どもたちの生涯っていうのはね、うん、もうめちゃめちゃですからね、うん、かなりこう自暴自棄、うん、自分を捨ててしまった少年たちによって行われた行為、うん、まあ、このことに対する厳しい処置っていうのはこれは当然必要ですけれども、はいはい、しかし遡ってやはりなぜそうなったのかっていうことを、うん、大人の責任、親の責任としてやはり考えてみる必要がありますね。さあ加えて木本さんいかがですか。この場合ね、ええ、どうしたら先生たちだったらどうなさいますか。子供に、うんうん、一人一人は自分の問題として考えないで、客観的に言ってしまったら意味がないと。なんてでしょうね、うん、親の対面というのは今非常に気にする生活っていうのは多いんじゃないでしょうか、もっと率直にね。だから先生だったらね、例えば息子さんが暴力振るようで2回なんか女の子囲ってる、行くと殴られそうになる、あるいは殴ってくるって、その場合だったらどうします。そうですね、まず第一にはね、まあ子供と心中する覚悟で親は、うん、まずぶつかる、自分を殺されても、うん、ですね、うん、でもしそのことがとてもできそうもなかったら、もう本当にぶち開けてね、親族会議開くなり、あるいは近所の方に相談するなり、もっともっとあの多くの人の力をね借りるべきだと思うんですね。自分でもう手が打ちようがない時にはもう自分だけで解決できないわけなんだから、はい、第三者に頼む、そこまでやらなきゃいけないわけですよね。そうですね、学校もそうなんですよ、よくね、学校の中で子供が暴れてもね、とこ抑えてね、外に出さない、で結果的に大きな事件が起こってから初めてうろたえてしまうというような状況はあります、ね、だから私この事件でね、2つあったと思うんですね、そういう子供にしてしまった、そのプロセスを見直さなきゃいけないことと、もしもう失敗してそういう子供になってしまった時に、親や先生はどうしたらいいのかっていうことと、2つ問題分けて考えないとね、いけないように思ったの、でやっぱり第三者こうなったらね、殺されそうになってますよ、先生おっしゃったけども、私はね、私がもしそうなってね、父親も息子だったら第三者に警察でもいいわよ、もうまず相談するよ ね、まあ、親戚がいるだろうし ね、相談するよ ね、その点ですけれどもね、どうしても今野次先生おっしゃったように、親が自分の対面というか世間体をあまりにも考えすぎて、そういう騒ぎになったらもうそれこそみんなに恥が明るみに出てしまう、知られてしまうというふうになるんだと思うんですが、それと同時に今回やはり、私が取材して一番と信じられないのは彼らのあの やり口、そして今度監禁してからのあのリンチのひどさ、残虐さですね、なんかこう大人でもこんなことがやれるのかなと、まずあのお芝居をして一人があのわざわざぶつかっておいて、もう一人がバイクで駆けつけて、おい危ないからすぐに俺に乗れということで連れ込んで、全然これ認識ないんですか。ないんです、たまたま通りかかってあれいい子だということでやってるわけですね。そうやって連れ込んだ、連れ込んでからろくに物も食べさせないで、それで、そのリンチを次々に加えていくわ、衰弱させる、最後はついにそういう形で、もう殺してしまうというようなことを平然とやってる、この残虐さっていうのは一体どうなんだろうって気がするんですね。じゃあここでその残虐さを今度ちょっと追跡してみましょうか、はい、
本当にこれが少年たちのやることかっていうぐらいね、ひどいひどいね。で、心の中、精神構造といってどうなってんのかなっていうのを。そうなんですが、実は私ね、この1年ちょっとの間に、今回の事件にもう本当に匹敵するという言い方変ですけれども、そのぐらいひどい少年犯罪を2つ僕は取材してるんです。この一つというのは去年の2月に名古屋で起こった事件なんですけれども、この少女2人を含む暴走族の少年5人が金を奪う目的で公園でちょうど車を止めて話をしていた20歳と19歳になる恋人を襲いまして、そして金を奪った上に自分たちの車に乗っけて、そして一昼夜ずっと拉致をした上にですね、もう殺さないでくれって手を合わせて拝む、まずこの男性の方を綱引きのように首を紐で絞めて殺して、その死体を乗っけたまんまですよ、今度は彼女をまたずっと連れ歩いて、その挙句もうライターで火をつけるというような散々リンチを加えて、やはりもう命乞いをするのを綱で締めて殺すと、そして山の中へ埋めたという、もう本当に信じられないような事件がありました。そして去年の12月には今度は福岡でもう一つあったんですが、これの方はやはり母一人子一人で本当に親孝行だった20歳の梅山浩一さんという青年が、会社の帰りに通勤用にお母さんが買ってくれた軽自動車に乗ってて、赤信号で止まってる時にたまたまそこを通りかかった16歳から19歳の少年たちが、あの車を借りよう、それで顔見知りだったもんですから貸してくれ、いやダメだ、それ無理やり乗り込んでこの梅山さんを拉致して、そして自分たちの仲間のうちへ連れ込んで、それから結局はもう警察に言われると捕まるということで、海岸へ連れ出して、そこでもって殺そうとする、岸壁にしがみついて必死になって命乞いをして、今度は人が来たっていうんで犬鳴峠という福岡県の田川の方にありますこの峠の方へ連れて行って、そこでこの梅山さんを T シャツで全部縛って、なんとガソリンをぶっかけて、誰が火をつけるかでじゃんけんをして、結局火をつけてそのままのたうち回る梅山さんを何回も車でその見に来て死ぬまで見届けたという、全く信じられないような事件が起こってるんですね。大沢さん、どうなんですかね、過去 こういうなんていうかな、こう三大、もうこれが少年犯罪かと思われるのは どうなんですかね。僕はね、いつの時代でもあったと思うんですよ。ただね、例えば戦後間もない頃はですね、4人立て続けにピストルで射殺して強盗殺人を立て続けに働いたという人間もいましたよね、少年で。それから女子高校生を誘拐して殺したというで死刑になったものもおります。で、こういうふうな、いつの時代でもある少年たち、突出人間たちは常にいたと思うんですね。ただ今回のようにですね、先ほど村上さんがおっしゃられたようにですね、集団で、そのいわば遊び見た半分の気持ちでやってるっていうのはもう最近の特徴だと思うんですね。で、先ほどの大人でできるだろうかとおっしゃられましたけども、子供じゃないとできないような感じがするんです。逆に、つまり分別がないと、限度を知らないと、どこまでやってるのか、ちょうど昆虫の手足をもぎるようにですね、やってるようなところがあるんじゃないか、そういう意味ではそのどこまでが人間としての限度なのかということがわからないまま突っ走る、それも集団で突っ走るという怖さというのがこの最近の少年犯罪の特徴じゃないかというふうに思いますよ。ムジンさん、どうですか、やっぱりそういったスタンド心になってしまうというのはやっぱりそういう環境みたいなものにやっぱ大いに支えされるものですかね。そうですね、心を育ってないからですね、はっきり申し上げてね、人間としての心が育ってなければどんな残虐なことでもできますから、しかも今まだね、育ってない無分別な年齢でしょ。そして一方ではこう社会的にうんとこう抑圧されているようなこう被害意識を持っている子どもたちです、ですからむしろその社会全体、大人全体に向かってね、噛みついていくような感じでああいう強行ができるんじゃないかとさえ思いますね。いや、もうさて、この今ご紹介した福岡の犬鳴峠の事件の時に、私この被害者のお宅へ行きまして、もう50近いお母さんがショックで、もうね、息子一人、それも高校息子を殺されてしまった、そのおじさんがね、法律さえなければ本当に同じ、光一が受けた同じことを私は
あの少年たちにしてやりたいとおっしゃって泣いておられましたけど、これは無理はないと思うんですね。で今回もこの純子さんの葬儀の時にもう本当お父さんお母さん特にもうお母さんなんかも立ってるのがやっとというような無理もないと思うんです。そしてもう同級生の高校生たちがもう弔辞を読みながらうんうんみんな泣いている、そういう状況の中で純子さんはもう古田純子という名前から、うん、そして今度受けたその残虐な犯行が全部明るみに出ている、はいはい、そういう中で少年法の名のもとにこの少年たち、うん、犯人たちは名前も出てこないというようなね、そういう、うん、やっぱなんとなくこう腑に落ちない片手落ちじゃないかなというような庶民感情があると思うんです ね、うん、ね そこらがやっぱりどうなんだろうという気がするんです、ね、この辺りは細川さんどうですかね、この事件の全体を考えて、まあ今、はい、ね何人かの方がおっしゃったように、要するに自分だけの欲望という、うん、これ集団、うん、分別なし、うん、これは日本全体を覆ってる世相じゃないですかな、うんうん、ああ日本全体を追ってる、うん、子供たちだけじゃないですよ、ああ大人もそうです、うんうん、だけど年齢的に見ればね、若いかもしれないけれども、うん、あの行為からしてこれは自分が責任を負わなければならない犯罪ですよね、うん、でまたその責任を感じなければならない立場ですよ、年ですね、だから今おっしゃったその少年法っていうもののね、うん、中身をもう一回検討しなきゃいけないんじゃないかって気も私はしますね、うん、ああ そうですか、それでやっぱりね極刑あっていいですよ、うんうん、こうなったら私も随分この番組を通じてこれは極刑だってちょっと興奮しなきゃ腹腰が収まらないって気がする。私被害者の立場に立った時に、ね、そう言わざるを得なくなってしまう部分があるんですね、まあね、少年法、うん、あの、うん、少年法っていうんですかね、これ何歳、20歳からそうでしょ、僕は、まあ、常々思ってるんですけどね、うん、やっぱり18歳からね、うん、もう人大人としてのねあれを認めなきゃいけないんじゃないか、うん、あのソビエトなんか16歳だって言ってましたね、うん、あアメリカもそうでしょ、うんうん、かなり、うんうん、だから教育のレベルだったら実際には高いんだしね、体格も大きいんだし、社会的に一番のことをしてるんだから、どうですかね、いやそういう動きは現実にあるんですよね、はい、ただですね、あのやっぱり少年法の気持ちというのはですね、まだ年半もいかない資料も十分育ってない人間に対しては、うん、その大人と同じように常に当たっていいのかという問題があるんですよね、うん、で現在のところはですね、うん、まあ、皆さんおっしゃられるように確かに少年法によるその刑事裁判に手続き上の規制はいろいろあるんですけれども、常にそれじゃあ、まあこういう凶悪犯罪については確かにあの少年法はやや甘いように見えるかもしれないんですね、ただそのいっぱい、まあ、犯行を行っているのは子どもたちからするとやや厳しすぎる傾向もなきにしもあらずというところがあるんです。だから必ずしもその制度をいじくったからといってですね、それがなくなるもんというふうにはそんなにいかないんじゃないかと私は思うんですよ。そうするとね、この場合まだ少年ですよね、はい、親の方の保護監督責任というのはどうしても生じますよね。生じますね。それ問われますか今回の場合。まあ、あの少なくとも刑事事件としてはちょっと難しいかもしれませんけれども、うん、民事事件の上ではですね相当厳しく問われると思います、ね、特にこの、うん、あの子供さんがじゃなくてこの女の子さんがですね、はい、監禁された家の両親っていうののその監督責任は相当厳しく言われても叱るべきだろうと思いますね、うん、これあの大沢さん、その一般のですね、はい、その犯罪者と少年の場合の裁かれ方の違いというのをちょっと、はい、紹介していただきたいんですが、これをちょっと見ていただきたいんですが、成人の場合はですね逮捕されて検察庁に送致されて起訴されて刑事裁判と、これが普通なんです。少年の場合はもうワンランクありまして家庭裁判所に全部送らなくちゃいけないです。ここで保護処分という、まあ、少年院に送ったり保護観察になったり、あるいは保護観察じゃとても無理だと、もう治らんと成人並みの裁判が必要だという場合には逆送されまして検察庁に戻される。そこで正式起訴をされて普通の裁判を行うと。ですからこれがあの禁止されているのはですね、16歳に満たない場合は逆送ができないんですね。で今回の場合は全部16歳以上ですから、おそらく主犯格のものは全て逆送されて正式裁判になるだろうと思います。で、まあ、これに加わって程度の軽いものはですね保護処分ということで少年院等に送られる可能性があるんじゃないかと思いますね。確かにあの私今紹介しました、はい、名古屋と福岡の事件の場合、今名古屋の方はですね、今大沢さんおっしゃいました逆送されまして、で一般のその刑事裁判にかけられて、一応主犯の19歳の少年には死刑
そして、うん、2人に無期懲役という厳しい求刑がされてるんです。求刑、ただしまだ判決じゃありません、まあ、今後どうなるか分かりませんが、少年にしては本当にちょっとびっくりするような、はい、判決が求刑がされてます、うん、だからそういうこともあるんですが、うん、ただ今回のケースで果たして、どうなんだろうと、そうですね、この監禁してたうちにですね、うん、親もいたんだというようなことがあって、うん、一応これはやっぱり刑事裁判の方へ逆送されていくというふうに、はい、おそらく、まあ、どう転んでもですね、傷害致死罪の成立は、まあ、殺人の殺意の手はちょっとやや問題があると思うんですけども、はい、傷害致死罪の成立は可能性があると、うん、なりますと、やはり重大犯罪ですんでね、うん、逆送されて、普通の刑事裁判になるのが僕は上等だろうと思うんです ね上等だろうと思います、うん、そういう場合にその、一般の裁判でも少年だからというので、はい、ちょっと手心を加えるというようなことはないんですか。それはね、私の扱った経験からしますとね、はい、そうそうないですね、うん、いわばこの子たちはですね、悪のエリートなんですよね、いろいろやってどうしようもないから逆走もされ起訴もされてるということで、やはり裁判の見方というものはそう甘くはありません、うん、少年だからというだけの理由で甘くはしませんですね、うん、そのあたりでちょっとね、うん、疲れたよ、トイレ行ってきます。
もう。この被害者がさ、あのさ、まあ、ものすごい拷問みたいなのを受けてさ、るわけでしょ。ものすごい拷問を受けてさ、殺されてさ、るわけでしょ。で、この被害者っていうのは何も別に悪いこと、まあ、当然なんだけど、何もしてないわけですよね。いや、別に悪いことしたやつだったら、まあ、まあ、ね、昔からほら、拷問とかさ、あるわけでしょ。まあ、何かば、ね、罪を行った人間だったら、まあ、そういうさ、まあ、拷問とかはさ、仕方ないと思うんだけど。何もしてねえのにな。こんなクソみたいな拷問受けてさ、最終的に殺されるって意味がわかんない。意味わかんねえな。わけがわかんない。とにかく。もうやってんねえわ、ほんとに。今私が立っておりますのは東京江東区の新夢の島と呼ばれている埋め立て地です。いずれは素晴らしい青々とした緑の公園に生まれ変わると言われるこの新夢の島も、今はまだあちこちにススキの生い茂った高漠たる原野が続いていて、まさに寒々しい光景が展開しています。実はこの私が立っているすぐそばで、なんとドラム缶の中でコンクリート詰めにされた17歳の女子高校生の死体がつい昨日まで置いてあったんです。今年の初め、婦女暴行とひったくりで捕まった17歳と18歳の暴走族の少年2人の自供から、今死体の確認作業に入っています。ドラム缶は通りがかりにいつもご覧になってました。いやお前ね、しょっちゅう暖房なんか捨ててるから気をつけ、気がつかないけど、気がついても要するに気にしないから、僕なんか、はい、要するにあそこら辺に家具なんかも捨ててあったり、いろんなのほら捨ててるから、ここら辺は。そのドラム缶というのはどんな感じのドラム缶でした？オレンジ色の普通のドラム缶ですね。少年たちの供述によりますと、昨年11月25日、アルバイト先から帰宅途中の古田純子さんを一人が襲い、もう一人が助けるという手口で巧妙に自分たちのたまり場に連れ込んだんです。少年たちは仲間5人と暴行を加え、1ヶ月以上も監禁。その間、食事も満足に与えなかったということです。徐々に衰弱した純子さんは1月4日に受けたリンチで死亡。少年たちは工事現場から盗んだドラム缶とセメントで純子さんをコンクリート詰めにし捨てていたということです。土日になるとバイクとか車とかで走り
走り屋が通るんですよ、すごく。暴走族、暴走族というかよりも、どっちかというと走り屋の方なんですよね。あの、サーキットもどきに見立ててこう走って。だから、これにいくら若いがいても、全然好きじゃないですし。これみんな、だってゴミ捨てに来るから、ドラム缶なんかいくらでもありますよ。その辺ちょこっと見ると、冷蔵庫とか捨てに来てる人いるでしょ。だから結構気がつかないんじゃないですか。それにしても、この場所は、昼間は人通りもあり、車の往来も結構激しい場所です。ここにドラム缶が置かれているのを知りながら、誰一人不審に思わず、中にはこのドラム缶に座ってタバコを吸った人もあると聞けば、まさに大都会東京の盲点を垣間見るような恐ろしさを感じざるを得ません。金曜日のモーニング愛、いつものおなじみ3人の方々にお集まりいただいております。おはようございます。おはようございます。それにしましてもね、女子高校生が殺されて、しかもそのドラム缶でコンクリート漬けになってしまった、その犯行を犯したのが17歳と18歳。村上さん、ちょっとこう考えられないですね。なぜここまでしてしまったんだろう。日本の少年犯罪がどんどんエスカレートしてるっていう感じがあるんですけど、それにしてもちょっとこれ本当に暴力団まがいといいますか、信じられないような事件なんですけど、しかも昨日私が最初にこれを聞いたのが昨日も夕方だったんです。そしてこの現場に行った時には、最初の話ではこの被害者の古田純子さんもこの暴走族の仲間の一人だというふうに聞かされていたんですね。たまたまたまり場で些細なことから喧嘩になって、この少年たち二人にリンチを加えられて死亡したんで、まあ死体の捨て場所に困ってドラム缶を運んできて、これに入れてコンクリート流し込んで捨てたと、こういうふうに聞いていたんです。ところが昨日の深夜になりまして、その後の調べからこれが真っ赤な嘘で、実はこの純子さんは本当に善良な高校生で、アルバイト先から自転車で帰るところをこの二人に狙われて連れ込まれたということが分かったんですね。監禁されちゃったわけです。そうなんです。でということで、さっきちょっとあの村上さんリポートした一人が襲い、一人が助けたっていう、いやそれなんですけれども、これがねもう本当に大人顔負けと言ってもいいと思うんですね。まずこの純子さんに目をつけて、一人の少年の方がアルバイト先から去年の11月25日です、夕方帰ってくる、自転車で帰ってくるところをいきなり自転車で体当たりをして転がしといて、そしてイチャモンをつけていじめてる、そこへもう一人がバイクで通りかかって、そのいじめてる方を追っ払って、それで自分のバイクの後ろに乗っけて、それで都内の綾瀬というところの別の仲間の家へ連れ込んで、そこで監禁をして、そこには5人の仲間がいて、7人でこう乱暴しながら見張って監禁をしていたと、こういうことなんです。でもちゃんと筋が立ててた。そうです。まあこの純子さんというのは実は、自宅が埼玉県の三郷というところにありまして、お父さんお母さん、そしてお兄さんと弟さんの5人家族、まあ普通の幸せな家庭なんですね。そして、この純子さん自身は隣にあります八潮南高校というところの3年生で、この誘拐されたというか、去られた時が11月25日、もうあと1学期で卒業という、本来ならばもうこの3月で卒業してるはずだったんです。そういう卒業間近の状況で、アルバイト先からいきなりそういうことで、去られてしまったと。でも明るくて活発な性格だったということですが、この少年たちの悪辣なところは、さらってきてそこでもって監禁しておきながら、ご両親が3日後の11月28日に、まあ、心配して捜索願いを出された、このことを知って12月に入って何回か、純子さんに自宅へ電話をかけさせてるんです。でその電話の中身が、捜索願いなんかどうして出したの、監禁されてるわけでもないんだと、自発的に言ってるんだというようなことを電話で言わせてたという、まあ本当にこれが17や18の少年のやることかというような感じなんですが、でこの2人の少年というのは一体どういう少年かということですけれども、実は東京の綾瀬を中心にした、まあ何ていうのか、都内の高校を中退した連中なんですね。そして10人ばかりで、
なんと暴力団もどきに極政会という名前のグループを作って、まあ暴力団の下部組織みたいな雰囲気でもって、まあ暴力団とも少し付き合いがあったということなんです。でこのことがそもそも明るみに出た原因なんですけれども、一番最初は今年の1月23日にこの少年2人が婦女暴行で逮捕されまして、その後どうもこの2人が当時あった連続ひったくり犯じゃないかということで、まあ、調べたところそうだということになりまして、で、少年鑑別所に送られたわけです。その後調べを続けていく中で、実はこの純子さんを監禁して殺してコンクリート詰めにして、放置したんだということを自供したということで、警察の方でもびっくりして、その現場である新夢の島の方を探して、実際にドラム缶が見つかってということになって、今それを安室の方へ運んで、今その身元の確認ということになったんですが、純子さん本当にかわいそうに、直径60センチ縦90センチというこのドラム缶にですね、布団にくるまれて、膝を折り曲げるようにして入れられていて、何しろもう日にちが経ってますので3ヶ月近いです、ですからもう不乱状態もひどいというようなこともあって、今そのこれご両親が確認するにもまだ確認ができないということで、今のところ古田純子さんと思われるということで、まあ一応発表されてるんですけれども、まずまあ間違いないだろうということなんですね。今そのこの事件はあまりにもね、その悲惨すぎるっていうのちょっとお三方にご意見求めるのもないんですけど、めいこさんちょっと寒くない。昔はね、我々の国っていうのは日本人ならそんなことしないんじゃないかとか、日本人はそこまでやらないよっていうようなことが会話の中に生きてたと思うんですけど、今ほとんどなんか映画を見てるみたいでしょ、外国映画のすごいギャングものかなんか、どうなったんでしょうね。なんかいわゆる劇場とかっていうか、なんかみんな演じてるというところがありますよね。なんかそういうのの極致みたいなね、ちょっと気がしますよね。前田さんはなんか親御さんの心を思うとなって一言すんでおっしゃいましたね。まあ、こういう事件ですから、こういう死体がこういう報ぜられるでしょ。こうしてこうしてこうなって今こうなったって、それは我々他人が聞いててもとても多いから、まして自分の子供その親の気持ちもたまんないですね。ただ僕はね、一つだけどうしてもやっぱり許せないことがあるんです。それは何かというと、このたまり場になってたうちというのが実はグループの一人のうちなんですね、ところがここは共働きですけれども、ご両親がいるんです。両親が住んでて、そしてここに監禁されてることを知らなかったと今言ってるんですよ。いくらね、昼間いなかったからってこんなバカなことがありますか。だからね、僕はね、やっぱりこの親こそね、本当にね、やっぱりきっちりとね、警察の方で調べてもらいたいですよね。息子がいない間なぜこれがいるんだろう、それわかるんですか。そのうちがね、たまり場になってるということで、両親も手がつけられなかったと言ってるということなんですけれども、それにしてもね、こんな他人見ず知らずの娘さんを連れ込んでですよ、そこでもってそういう乱暴を働いていたということを、一緒に住んでいた両親がね、気がつかないなんてことがありえないと思うんですね。じゃあその両親と、例えばその監禁していたその息子ね、悪い方の、それは一緒に食事なんかもしてたわけ、まあ、そこまでは今は詳しくは分かりませんけれども、おそらく10人ぐらいのメンバーがそこでたまり場にしていたわけですから、そこでもう両親ももうとにかく何言っても聞かないというような状況にはあったでしょう。しかしながら全くそのグループじゃない娘が一人来てですよ、そこでもって何か監禁されてる、飯もろくに食わせないでもう衰弱する一方だったっていうんですからね。だからそう、こういうのを見ると僕はね、やっぱり今の少年法っていうのもちょっと本当に変えなきゃいけない時期が来てるんじゃないかと。でもこういう少年、要するに殺して平然としてるような少年っていうのは、あの大阪のあの例の三菱銀行の梅川みたいに、少年の時に平気で人を殺したやつはまた大人になってすぐに出てきてまた再犯をするというようなことがあるわけですよ。そういうことを考えると、やっぱり今回の事件もね、この少年たちがこれでもって今少年鑑別所で、少年刑務所が入った後またすぐに出てきたりすると、本当に同じことを繰り返すんではないかって、その怖さの方が本当に烈然としますね。そのあたり本当に考え直す時期にもう来てる来てるって言われてるんですが、もう一回本当は改めて見直しなきゃいけないなっていう気がいたします。
りあえずあれだな、親も気違いだってことや。間違いなく。両親も気違いみたいなもんだな。きれい。もうダメだこれは。これはやっぱかわ。まあいいや、とりあえずここは今日はここら辺で終わります。